皆さんどうも、おかみです。今日はブリ大根を作ります。材料はこちらです。ブリのアラと大根1本、みりん、醤油、お砂糖、顆粒だしです。あと水です。それじゃあ大根を切っていきます。はい、切り終わりました。大根なんですけど、煮ると形が崩れやすいので、面取りって言ってこういう角のところをちょっと取っとくんですね。そうすると崩れにくくなるので、今回はそれもやっていきます。こういう感じで角をこうあらかじめ削っておく。そうすると崩れにくくなります。大根の面取りができました。ブリはね、ちょっとね、軽く洗いました。水でガーッと流しました。大根の面取りしたこれもったいないんで、サラダかなんかで食べてください。これは取っときます。サラダにします。圧力鍋でやっていきます。材料を全部鍋の中に入れます。ブリ、水2リットルです。だしの素大さじ1杯です。みりん200cc です。醤油 200cc です。砂糖 100g です。圧力鍋を蓋をして火をつけます。圧力下がりました。30分スタートします。圧力鍋で30分煮ました。圧力を抜いていきます。弱火で30分煮ます。はい、完成しました。すぐ食べてもいいんですけど、一晩寝かせるとさらに味が染みて美味しくなります。